のマグニーです。近くの話題の iPhone 関連ニュースをキュレーションしてお届けいたします。2013年10月31日から本日11月8日までのニュースを時系列にてお届けいたしますと言いたいところなんですが、本日ね、やはり iPad Air ニュース祭りになってしまいましたので、時系列でいくとなんかこうややこしくなっちゃうので、とりあえずですね、まず iPhone のニュースを先にお伝えして、最後に、この1週間の間に iPad Air に関連するニュースがたくさんあったので、僕が勝手にまとめたので、そちらをね、お楽しみいただこうかなと思います。では早速1つ目から参りましょう。ついに iPhone5S、でもう爆発事故が起こりました。中国のある男性がですね、枕元に iPhone5S を置いて寝ていたそうです。そうすると大きな音で目覚めたその男性はあることに気づきました。 iPhone から煙が上がっている。まあ今回の事故はそれで終わりました。それ以上の爆発も起こらず、大事には至らなかったのですが、 iPhone5S 自体はもう使い物にならなくなってしまいました。しかもですね、今回この爆発のタイミングで枕元には置いていたものの、充電器には挿していなかったそうです。充電が原因でもないとなると、これはかなり不安要素たっぷりですね。iPhone5C、iPhone5S ともにですね、電池の持ちが悪いんです。どの Android 機種よりも。さらにですね、ウェブブラウジング時間に関してはなんと iPhone がビリです。表をご覧いただくと分かると思うのですが、なんとですね、ウェブブラウジングインターネットユーズって書いてるんですけど、こちらね、一番ビリ252分でアップの iPhone5C なんですね。サムスンの GalaxyS4 です。こちらが405分となっております。やはりね、GalaxyS4 がなんか機能的にいろいろ優れているようですね。個人的にはですよ、 iOS7 になって iPhone5S 持ってる、かなり電池の持ちが良くなったなと思ってるんですけど、こちら僕はね、これ Apple 中なので、以前の iPhone5 から iPhone5S に変わったユーザーなので、俺の感覚っていうのは全然当てにならないんだなっていうことが今回のこのニュースではっきりと分かりました。GalaxyS4 はかなり電池の持ちが良いようですよ、皆さん。次はね、ちょっとニュースというか情報というかですね、今まで iPhone が、売れたものの台数の、ディスプレイを合わせていくとすごい大きさになるよっていうニュースです。写真をご覧いただければ分かるとは思いますが、高さが、1542m でですね、横幅が867m っていう風になります。これはですね、世界一高いビル、ブルージュハリファの828m、はるかに超えた大きさ、今まで売れた iPhone を重ねると、はい、横幅でももうね、このブルージュハリファをね、優に超えている大きさになってるんだ。とんでもない大きさですね。しかもこれは iPhone だけなので、これね、 iPad と iPod Touch とかいろんなもの出してるとどうなっちゃうわけ。ちっちゃい国ならね、もう iPhone だけでしきち、Apple がすげえ売れてるんだよっていう話でした。iPad Air の情報をまとめてみました。まず1つ目、 iPad Air を発売当日に購入した人の 75% はもうすでに iPad を持っていたという情報が、出てきております。つまり新しい層には普及できていないということなんですよ。つまり飽和状態にあると。これアメリカで取った統計なんで、日本はどうなのかちょっと僕の情報にはなかったんですけども、買われた方の 94% が iPhone を所有していたと、面白いデータですよね。2つ目いきましょう。 iPad Air の Wi-Fi プラスセルラーモデルで、パーソナルホットスポット機能、テザリングですよね、テザリング機能だけを使い続けた場合のバッテリー駆動時間がなんと24時間を超えたと。ですが、この同じテストをね、第3世代で行った場合は25時間もったそうなんです。考えてみるとですね、その第3世代のバッテリーと iPad Air のバッテリーは全然性能が違くて、第3世代と比べて iPad Air の電池はかなりちっちゃいんですが、同じだけ持ったと、ほぼ同じだけ持ったと。それだけ iPad Air は、低電力化されているということをね、裏付けになるデータが得られましたということです。3つ目、こちら、調査会社が iPad Air を分解して調査した結果、 iPad Air の部品コストは274から361ドルになるようだと報告されているっていうことなんです。第3世代より42ドルほど安くなっております、全体的に。でもディスプレイとタッチスクリーンに関する部品コストは前モデルよりも高くなっているということなんです。
他に、他の部品のコストが下がってます。当然ねサイズがちっちゃくなってますから、ディスプレイとタッチスクリーンにはお金はかかってますけども、外側とか、まあ他の部品ですね、中身とかはちっちゃくなってる分コストが安くなってるかもしれませんね。で全体的に42ドル安くなってると、素晴らしいですね。考えますねアップルは。で、最後になるんですけれども、これがねちょっとややこしくって、 iPad Air を、これから買おうと思われている方、いやまだね iPhone の購入すらも悩んでる方いらっしゃるかもしれません。でも当動画チャンネルご覧の皆様はね、やはり iPhone に興味がある方々ばかりだと思うんです。そこで、iPad Air のね、発売されてもう1週間以上経ちましたね、8日間経ちましたが、iPad Air の料金形態であったりとか、新しい、サービスとかそういうものをねいろいろ考えて皆様に僕が提案したいのは、 iPad Air を持たれる方は A10 にしましょう。なぜなら速度もう、今ね、iPhone だけに関してもですね、その他キャリア、ドコモ、ソフトバンクを抜いて au の速度はとても速い、 LTE がとても速い、そして電波の普及率も高い、ドコモが一番と言われていた時期はもう終わりです。 au が今一番最高の、環境を提供してくれてます。で iPad Air をも同時に購入したい方も au がおすすめなんです。その理由を一つご説明いたします。ドコモ、ソフトバンク、au の中で唯一 au だけが出している、割引キャンペーンがあるんです。そちらがですねデータシェアプランっていうのがあるんです。これっていうのは2014年の6月から開始されるサービスなんですけども、これ au が開始するサービスなんですね。でそもそもそのデータシェアとは何なんだっていうと、要するに iPhone と iPad のデータを使えると、こちらで 7GB で iPad で 2GB 計 9GB 使えるようになると、データ通信ができるようになるということなんですよ。要するにそういうことで、こちらの基本料金が払わなくてもいいというか、なくなるとか免除されるというか、月額が1050円で使えるようになるんだそうです。こちらのね iPad が、それがデータシェアなんですけども、2014年6月まで、待てないなっていう方もね、実はですね先取りデータシェアキャンペーンっていうのを au は今打ち出しております。先取りできると、適用するには16ギガの iPad Air は4095円、毎月の金額が4095円で使えるようになります。なので僕はやはり au で、iPad Air iPhone をお持ちになることをお勧めいたします。持たれたい方はですよ、検討されている方は参考に、程度にしていただければなと思います。はい、以上でニュース、終わりです。いかがでございましたでしょうか。今週もやっぱりね iPad Air ばっかりになりました。来週はどうでしょうか。 iPhone のニュースもっと欲しいですよね。最近でも当動画チャンネルでは、いろんな iPhone の細かいティップスもちょこちょこ iPhone でアップしたりしてるんで、そちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録してね iPhone の最新情報を、最新情報というか iPhone の情報を受け取ってもらえれば嬉しいです。いろんなところから iPhone の情報を仕入れて皆さんにお届けしているので、チャンネル登録して損はないと思います。 iPhone が好きな方、これからまた iPhone を持たれたいと思っている方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。関連動画なんか適当になってます。何が関連してるか、そうだ、前回のニュースね、載せておきます。前回と前々回って感じでね載せておきますんで、よかったら、リンクから行ってみてください。18秒ルール思いっきり破って、最近やってると楽しいっす。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃ喋って、楽しい動画になれても、もうどの辺で切っていいか分かんなくなってしまってるっていう、ですね。まあそんなわけで、じゃあねー。